こんにちは、出ちゃう編集部員のニャンパスです。さて本日はニャンパスのマジマンジミッション第30話の収録でやってきました。今回も収録させていただくホールさんが鹿児島県霧島市にございます、プラチナ霧島店さんです。そしてこちらの番組は私ニャンパスが用意されたミッションを3つ以上クリアして視聴者プレゼントをゲットしようといった至って簡単な企画となっております。まあ、今回は30話でもありますのでしっかりクリアして、そして私の収支の方もねガッポシして気持ちよく終わりたいなと思います。それではニャンパスのマジマンジミッションスタートです。マンジよろしくお願いします。では店内に入ってまいりましたが、もうね今日は打つ機種決めてますこれ前回ねちょっとあの最後の方に打ったんですけども、まあ、全然やりなかったのでリベンジということで今回はギャス3打っていきたいと思います。はい、それでは準備が整いましたので実戦始めていきたいと思います。いつも通りミッションの方は端の方に出してますので、ご確認ください。行きましょう。もう前回そのニャンマジでね2代目でしたけどギアス3打った時は何にもやれなかったのでちょっと今日こそは楽しいところを皆さんにねお届けできたらいいなと。相変わらずよく打ってますここ最近もあのね自分のツイッター見てくれてる方はねもうねあのまたかよってね思われる方が多いかもしれんけど、結構朝一本当に打つ台ない時によく打ってるギャス3。ちなみに昨日も打ちました。はいなんかね打ちたくなっちゃうのよ、前回も言いましたが、ただ全くやれておりませんこの台で自分自身がね毎回負けてるくせに打ってしまうっていうね。あと解析、おっと熱いよ。これはこの椅子自体が弱チャンス目の対応、否定されると結構チャンス。チェリー弱チェですね、これは多分ボーナスもらったんじゃないかな。はい、赤い当たってますね。おい、派手。おい、ジャックチェリーからボーナスゲットでございます。早速はある、私はあんま気にしないけど、投資の効果2本ですね。はい、終了、トロフィーはなしです。さあここですね、おっとリールロックかかった、熱い。弱霊役ならボーナスの方向かな。あ、まあこれでも十分期待度は高いはず。7は引いて、これはダメだ多分。はい、もったいない。これね正直ここでボーナス引くと結構ねギアスの、ね、ポイント獲得できちゃうので熱かったんですけど、さすがに。はいと、いや今の惜しかったですね。今日のミッションって3つクリアいけると思います。内容的にいける、いけるかな。まあ Hに入ればいけるか。おい、めっちゃ来る、熱いよ。あーこっちか、ロックでバーゾロイあるんだ。あ、違う、あ、直撃だ。はいと、バーゾロイかと思ったら、ちょっと私がね、あ、いいや、ここにチェリー止まって
った時点で確かあの直撃の音です。お、しかも、あ、3以上確定した、ガウィンだ。ですね、今のは順押しでシーツドライが斜めに揃ってます。はい、なのでおそらくガウィンスタート なんですよ。多分ね、間違ってたらすいません、ちょっと自分でもびっくりしてます。通常時のシーツドライでおそらく内部的に斜めに揃ってるのでガウェインからのスタートということは、まず一つ目ガウェインのミッションクリアでございます。ちょっとこんなクリアの仕方ある？一発目から。はい、それでは本日初の AT 行きたいと思います。ガウェインスタートです。まさかのまさかやね。さあ、ここは、ボーナスバーゾロイ、ギアスリップレア役で、ストック抽選しております。まあ、もちろん、オシジュンベル等でもね、確か乗せる抽選をやってる。うまいね。ここでバードレイです。はい、まず行こう。さあ、ギアスロックかかりましたよ。私でもガウェイン何回か入れてるんですけど、正直大して 乗らせたことがないですよ。2個は欲しい。ちょっと平均何個ぐらいなのか分かんないけど、お、引いた。めちゃくちゃ滑、あれ、はい、2個目、よし、いいよ。さらにギアス、あんな、お、ボーナスもらってるわ。うまいですね。すいません、ボーナスあると思わなくて狙わなかったです。レギュラーボーナス、弱チャンス目からのレギュラーボーナス。さあ、ガウェイン中のレギュラーボーナスになります。で、この場合は超高額レギュラーと言われるものらしいので、まあ、レア役でストックが濃厚らしいです。おそらくボーナス中なので、ギアスベルもしくは追加での上乗せになるのかな。よいしょ。あ、はい、これが2つ目ですね、ストック。うますぎ、熱い。3つ目、もうガウェイン中にボーナス引いたのは初でございます。ラスト、あ、ボーナスでは2つストックできました。十分ですね。ない。おい、じゃあ引き続きガウェインです。いいね、かっこいいね、これ。多分今までで一番ストックできてるわ。4つですよね、ストックゲットすることができました。さあ、ここからが通常の AT になります。はい、ここはストック持ってるので大丈夫ですと。コイン青、あ、たまにその人形青色の時でもあのアクション取れるときはあるんですけど、まあ、結構薄いのでそこはね。気持ちいい。とりあえず陣形を緑か赤までを上げないとね、ちょっとね、アキトバトルね、取れないからな。4セット目か、なれ。青で厳しいんよ。
地染めの絵皮は特にめっちゃ良い示唆ではないけど、地染めの絵皮が奇数示唆設定と、うわ2以上は出ました、ま、多分3以上は確定している状況なのであれですけど、さあ行きましょう。今のねボーナスで結構ピース獲得できたので、ここは頑張ってレベル10まで上げたいとこですね。さあここよ。いやー、なんか行きたい。いやもうダメや。マックスは、はい、さあここは継続ストック使っちゃいますね。ボーナスはないのかなこれで、はい、さあこれで5連達成ということなのでミッション2つ目クリアになります。ギリギリ3つ取れました。はい、行きましょうと、まあ、前回はねこういうところまで全然行かなかったので、まあ、演出が変わるだけで一緒です。内容はちょっとねなんでかストック持ってる状況だったので、すごいストックを使わずに頑張ってここは突破したい。はい、うまいです。ここはマックスなるかな。本日初ですね。おい、さあここからはマックスになったらこっち人形アップの抽選になるので、まあ、引けるものは引いとこうと。ほい、これね、ほい、ライン上がりました。いいね、この時点で緑以上になるのは濃厚です。ラスト、お、いいね、最後の最後で、あーいいよ、強レア役上がらんのかい。はいと、あ、上がりましたね。あ、じゃあ今ので上がったんだ。はい、さあここよ、緑です。どれくらいだったかな、4分の1ぐらいで秋田に行ってくれたはず確か。約 30% ですね、そのガウェインと秋田バトルへの抽選が。いきましょう、鳴れ音が。ないのかい。いや悔しいですね。引いとこう、いや滑る、引いとこう。ナイン、ナイス、これが気持ちいいのよ。はい、めっちゃ引くからの、いいですね、いきなり赤、これはもう大チャンスよ。やばい、これ宇宙人まで行っちゃうかもしれん。ああ変わった。赤文字出てるんで多分大丈夫でしょう。すごいラストです。さあここですね、なんとか2回で早く引きましょう。いいですね、はい、まず1個、さあどっちかで引けたら OK。 はい、完璧です。マックスと
はい、さあここですね。あ、宇宙人まで行っちゃった。今ので人気アップしてこれでさらに上がったかったんで。アキトパトル行かずまた画面行きました。まあ、嬉しいことですけどね、ちょっとミッションクリアしたかったから。まあまあまあ、これはこれでよしということにしましょう。まだこれでおかげで続くんで。いや、めちゃくちゃやれてる。今までで一番やれとるかもしれん。はい、気持ちいい。ちょっと箱使います。早いですね。今日投資2本だからもうほぼ勝ち確じゃない。はい、新キロ、まあ、これは一緒ですね。演出名が違うだけで中身は一緒なので。あー、かっこいい。やばい、たまらんね。さあ、ここはさっきと同じで頑張ってレア役ボーナスを絡めてストックさせましょう。まだ1個持ってる状態。ピアスベル引きたいね、ここは。いいんじゃない。まず1個ブルシファーベルでもまれに乗るといいですよ。熱い。これはもらったでしょう。ボーナスある。はい、いいね。超チャンス目、弱チャンス目、レギュラーボーナスです。ナイスレギュラー。うますぎません私今日。はい、引きました。これで、新キロ中は2個目ですよね。なんで今合計3つある。なんか引きたい最後に。あ、レギュラー中には1個しかストックできずです。おい、続きいきましょう。多分乗ってるとは思うけどね。ほい、終了。はい、行きました。やれてます。来ましたね。はい、さあこれで継続は濃厚。ここから大事なのは、なってくれお願い。ないの。もういい、ここはストックです。たまに青でもなるのよ。ちなみに昨日は青で2回なってくれたのよ。赤で取れてないから取りたいよね、ここ。ミッションクリアの頼む、狙わせて。赤い。ない。はい、レベルはアップ。めっちゃ続いてる。あー、落ちる。ならでも全然負けちゃうんですよね。見た目上のストックはございません。やばいです。耐えろ。ダメ、相談か。
の示唆です。13セット1429枚獲得です。いやちょっとやれすぎましたね。ありがたい。2つ目の AT からこれだけ伸ばせれば十分かなと。ただまだ有力感は一応引き継いでるんで、ここよ大事なの。クロバー揃いボーナスで復帰です。いいよ1ゲーム強手がいい。いいね、いい、完璧。ここからない、演出がないからダメかな。ダメそうですねこれ。いやこの前もこういうパターンありましたよね確か。まあ、まだ正直ね一発目の AD で時間がたっぷりあるから、ちょっと引き続き、まあ、3以上濃厚ですし打っていきたいなと思います。まあ、ただちょっとね今回30は節目の回でありますから、できることならば全クリミッションねしていきたいなと。もう気づいたら本当ね30話になってました。あっという間ですね。でミッションもねちょっと前回は達成できませんでしたが、まあ達成してる回の方が多いんじゃないかなと。なんかできたらちょっと今どんだけ達成して社前がこれだけだっていうのを出していただけたらありがたいです。こうね、優秀じゃないですかね私。まあちょっとねミッションの甘い時とねちょっと辛い時ありますけども、比較的頑張ってるよ。何回かね全クリもねしてますしね。まあちょっとね全クリしたいけど、そろそろね私物の限界があるので、てかまあ大体同じようなものしかお渡ししてないんですけど、西野さんやったら好きな子に何もらいたいです。そういう意見大事。いやなんかガチなの言われそう。歯ブラシ、歯ブラシ、ちょっと待って、やばい発言してる人いるんですけど、使用済みの歯ブラシ。いやそれやばいって。コーナー作れ。ギアスベル引いた。ボーナスあるじゃん。はい、ありましたね。激アツ。うまい。ボーナスですね。ビッグボーナス。結構薄いですからね、ベルからの重複は。130ゲーム、ギアスベルからのビッグボーナスです。かったな。まあいいでしょう。さあここはね確かポイントが結構たまりやすいので、ここで引くと、まあ、ちょっと兆候だったのも考えたらワンチャン 100% までたまる可能性がある。そのね状態とかによって結構ポイントのね獲得がね変わってきますので、はい、これでここの下集結してたらチャンスゾーンが濃厚です。こっちか。もう一個ね上のステージに上がるかなと思ったんですけど、なんかねポイントが結構溜まってるといい方のステージに行くイメージがあるので、あーいいよ。さあ何も引けなかった。あ最後にベルは引いた。おお行くんだ。
行きましたね。34ゲーム AT でございます。まあちょっとね、まあ、ポイントが結構溜まってたのは溜まってたと思うんですけど、もう分かんない、ワンチャン強制逆転かもしれない。さあ本日2回目の AT 行きたいと思います。順調に増えながら AT に入ってる、一番いい形やね。レア役出る、おーナイスです。これは行ったでしょう。ここでも引いときたいよ一応。ターン継続確定。なれ 10% らしいですここで。トレインよね、さすがにね。60% 期待度はね。なんもなし。怖い。あ、よーし、なんとか耐えた。危ない危ない。行きましょう、4セット目。なれ、なったー、ついにやりました、10本取れましたね。ということでミッションクリアでございます。これで3つ目ですかね。はい、となのでここで視聴者プレゼント獲得になります。ここからが、まあ、いい視聴者プレゼントのためにミッションクリアしていきましょうよと。まあもうほぼほぼね、あの収支の方はプラスで終われるので4つは達成できるかなと。ただこのバトル中も、バー揃いを引けた、うまい、バー揃いボーナスで継続濃厚に書き換えてくれるとは思います。ただね、あのこのギアスベルトでもね十分書き換え抽選を行っていると思うので、した状態でのバトル中はいいものは、まあ、一番いいもので確か、ストックなんですけど、まあ、いいピースになったりとか継続の書き換えとか、まあ多分打ってる人は分かると思います、その辺。なんでこのバトル中はどうリア役を頑張っていくと。2つ目、ストック欲しい、ここ引いた、ナイス、レギュラーボーナス。この画面かっこいいですよね。やれとる。2以上。まあ、極力、まあ、これからもねなるべく新しめの台をね打っていきたいなと。かつ、まあ、動画で打ってないとかね、コメント読んでますからありがとうございます。なんか髪切ってからすごい評判がいいのでめちゃくちゃ嬉しかったです。
さあどうだ。わー死ね言われた。いやまあ4セット続いただけでも上等かなと。計3つピース獲得です。順調。でかい。結構薄いと思う。はい、うまい。からの神経アップはなし。はい、エピソードいけましたね。いいよ、めっちゃ弾けてる。狙いが濃い。あー何事もなく。さあレベル8からの陣形アップ。これは負けちゃダメなやつだ。はい、チャンスアップ。まあ、全然これでも負けちゃうときあるんですけどね。青じゃ。から終わるの今の終わるの。5セット778枚獲得で終了です。いやー今のちょっと勝つ流れだったんですけど終わっちゃいましたね全然終わるんですけどねって言ったら本当に終わっちゃった。弱い。はい。あーもったいない。下手くそないよね。がない。お疲れ様です。実戦終了です。はい、では早速結果発表からいきたいと思います。まあ、今回も午後からの立ち回りということだったので、まあ、ちょっとね空いている台からの台選びになりましたが、まあ、もうねここ最近ずっと私が気に入って打ってるギアズ3が空いてましたのでもうそれを最後まで打ち切りました。今回なんと投資が2本、めちゃくちゃ低投資、そして回収がこちらにあります。1224枚と。なので今回3枚の方がプラス1130枚としっかり勝利することができました。素晴らしくないですか。まあ、ちょっと今回ねスタートが良かったですもんね。一発目から直撃引きまして、はい、とそこからちょっとねしっかり伸びてくれた結果かなと。ただ大事なのがここからのミッションクリアの個数になります。今回達成できたのがまず先ほども言った通り実戦での勝利で、2つ目がAT5 連以上、はい、さらに、新キロもしくはガウェイン突入、最後に母国と秋と突入、計4つクリアすることができました。ガッポッシュ。はい、まあ、ちょっとね一つ言いたいんですけども、結構後半になって気づいたんですが一発目の直撃内部的には C2 揃いです。ダメですかね。途中をダメって言ったけどもう一回聞きます。しっかり前後ろに C2 ゾロイって入ってました。お、OK してくれるの？優しい。ということで今回は特別に計5つクリアすることができました。はい、ともうちょっとね節目の回だったので結構ね気合を入れて臨んだので、まあ、こういうあのいい結果で終われてよかったなと思います。ありがとうございます。なのでいつも通りですねあの視聴者プレゼントがあるので詳しくはこちらに出してますのでご確認ください。まあ、今回はこんな感じで無事終わることができましたので、まあ、引き続きね、まあ、40回に向けて頑張って
やっていこうかなと思ってますので、応援の方よろしくお願いいたします。それではこの番組がいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。